衝撃。こんな家でも中には住人が。皆さんこんにちは。ほとんどの人が住居に求める条件の第一位は快適さではないでしょうか。しかし今回の動画ではそれ以外にも息を呑むような絶景を楽しんだり、一風変わったユニークな生活を送ったりできる超珍しい住居をご紹介します。そう、毎日の生活に重要なのは快適さだけではありません。そもそも人間は生存不可能に思える環境にも適応する力を持っているのです。では冒険に出かける心の準備はいいですか？常識を覆す最高に面白い住居を巡る旅に出かけましょう。ヘインズ氏のシューハウス、アメリカペンシルバニア。この超ユニークな建物はメリーランド州とペンシルベニア州で約40店の靴屋を経営していた大富豪マーロン・ヘインズ氏が宣伝の一環として1949年に建てました。彼は建築家に一足の靴を渡し、これと同じような家を建ててほしいと依頼したそうです。完成したこの巨大な靴は長さ約12メートル、高さ約8メートルです。木材の柱を建築用メッシュで覆い、セメントモルタルを塗った後に漆喰で仕上げています。5階建ての家も周辺にある郵便受けや犬小屋までもが靴に似せてデザインされている徹底ぶりです。完成当初、この建物の外壁はピンク色でしたが、その後白く塗り替えられました。スラブシティ、アメリカ・カリフォルニア。こちらはアメリカ・カリフォルニア州南部の海軍基地跡にあるなんとも不思議な雰囲気のエリアです。軍事施設解体後に残されたコンクリート板スラブがあちこちに残されていて、それを後に入ってきた人々が住居を作る基礎に使用したことからスラブシティと呼ばれるようになりました。ここには都会の喧騒から逃れ、自由な暮らしを愛する人々が集まってきています。というのも、スラブシティには警察や消防などの行政機関も、水道や電気などのインフラサービスもありません。自給自足の苦労はありますが、ここには無理強いされる規則が存在しないのです。スラブシティの住民には定住者もいれば、週末や休暇ごとに訪れる不定期住民もいます。またスラブシティのあちこちに散在するアート彫刻やインスタレーションを見に訪れる観光客も多くいます。そうは言ってもスラブシティは完全に無秩序な場所ではなく、コミュニティの住民たちが自治や管理に取り組んでいて、一定の秩序は保たれています。ラ・リンコナダ、ペルー・プーノ県。こちらはペルー南東部アンデスの海抜5100メートルの山間部にある都市です。ご想像の通り、地球上で最もアクセスしにくい都市の一つとされています。ラ・リンコナダの住民のほとんどは近郊の労働者です。金の価格高騰に伴ってラ・リンコナダに住む労働者数は増加を続けていますが、アクセスしづらさのために行政サービスが皆無に近い状態のままです。上下水道などの基本的インフラはもちろん、ゴミ収集もなく、ゴミは単に路上に放置されたり燃やされたりしています。町中にはゴミや汚物が散乱しています。さらに金の採掘に使われる水銀により、周辺の土壌や水はひどく汚染されています。住民たちが水を汲み上げる河川も汚染が深刻です。環境汚染の結果、昔は美しかった自然も破壊されてしまい、川の魚は死滅し、周辺には蝶も飛んでいません。ウィッティア、アメリカ・アラスカ。アラスカ州中南部プリンス・ウィリアム湾沿いにある小さな港町であるウィッティアの最大の特徴は、人口の実に 90% 近くがベギッチ・タワーズと呼ばれる一つの建物に住んでいることです。
ベギッチタワーズは1950年代に軍関係者のために建てられた14階建ての居住施設でしたが、現在は集合住宅として使われています。ウィッティア市はアラスカと北米大陸を結ぶアントン・アンダーソン鉄道のトンネルが通り、また多くの航路が通る交通の要所です。魚介類や石油製品を出荷する港やアンカレッジをはじめとするアラスカ各地への飛行機が発着する空港もあります。ボスコ・ベルティカーレ、イタリア・ミラノ。次はミラノ市の中心部に位置するユニークな集合住宅をご紹介します。この建物は自然と都市開発を完璧な形で融合させた建築物として話題になりました。デザインとソリューションの傑作とも呼べるボスコ・ベルティカーレからはどこか非現実的な印象すら受けてしまいます。それぞれ18階建ての高さ76メートルと26階建ての110メートルの2つのタワーで構成されているボスコ・ベルティカーレの外壁は鬱蒼とした植物で覆われていて、まるで森のようです。この建物に垂直の森という意味の名が付けられたのはまさにそのためです。2つのタワーのバルコニーには合計90種以上の植物と900本以上の樹木が植えられています。マンシェ・イエト・ナセル、エジプト・カイロ。エジプトの首都カイロに豚の場所と呼ばれる地区があります。ここの住民は毎日大量に運び込まれるゴミを漁り、再利用できるものを販売して生計を立てています。マンシェ・イエト・ナセルの住民の大半は基本的設備もない不衛生で狭い住居で極めて劣悪な環境で暮らしています。この地区では通りや家、屋根の上にまでもゴミが散乱しています。ゴミがあふれる地区というより、ゴミ捨て場の中に人々が住んでいるという方が的確な表現でしょう。ここには最近ゴミ博物館が開館し、ゴミの分別をする人々の生活ぶりと仕事の様子を学ぶことができるようになっています。プレドヤムスキ城、スロベニア。1274年に建てられたプレドヤムスキ城はスロベニアで最も古いお城の一つです。森と草原に囲まれた絵画のように美しい渓谷に、高さ123メートルもある岩壁に飲み込まれそうに佇む姿が何とも不思議です。現在城内は公開されていて、最後の城主であったウィンディッシュ・グレッツ王子に関する資料を見学できるほか、迷路のような秘密通路やトンネル、礼拝堂や拷問部屋などを見ることもできます。セテニル・デ・ラス・ボデガス、スペイン・アンダルシア。スペイン南部のアンダルシア州カティス県にあるこの小さな町はトレホ川に浸食された岩を埋めるように建てられています。世界中の多くの町は川沿いの岸辺や岩壁の上に建てられていますが、この地区は低地に建てられ、その上には張り出した岩が空を遮っています。日当たりこそいまいちですが、夏にはひんやり涼しく、何より独特の雰囲気が魅力的です。ボンジョウ山、中国・貴泉省。ボンジョウ山は仏教の聖地でもあり、近年注目を集めている観光スポットでもあります。独特の美しい景観を楽しめるだけでなく、歴史的・文化的重要性を肌で感じることができるからです。途中まではロープウェイがありますが、そこから先は階段をひたすら登らなければなりません。岩山の頂には2つの寺院がありますが、そこにたどり着くには8000段もの階段を登らなければなりません。ベッキオ橋、イタリア・フィレンツェ。有名な建造物の多いイタリアでもアルノ川に架かるベッキオ橋は特に歴史的価値を評価されています。最初に架けられたのはローマ時代でしたが、何度も洪水で流され、現在の橋は1345年に再建されたものです。それ以来、興味深いことにベッキオ橋は洪水や火災などの自然災害に耐え、第二次世界大戦でも破壊されずに残りました。今ではベッキオ橋は
フィレンツェで最も人気のある観光地の一つとなっていて、その建築と歴史は世界中の数多くの観光客を魅了し続けています。メテオラ、ギリシャ・セサリア。メテオラとはギリシャ北西部にある奇岩群とその上に建設された修道院群の総称です。メテオラの険しい地形は修道士が修行するのに理想な環境と考えられていて、9世紀から修道士たちが住み着くようになっていましたが、その後の11世紀から16世紀にかけては修道院が建てられるようになりました。ここには24の巨大な岩がそびえ立ち、中には高さ400メートルに達するものもあります。これらの巨岩の上に建てられた修道院のうち6つは現在も活動していて、拝観が可能です。修道院内部のフレスコ画や貴重な美術品を見ることができるため、観光客の人気を集めています。ペットボトルを使った島。プラスチックごみの問題は現在人類が直面する最も深刻な環境問題です。イギリス人環境保護活動家のリッチー・ソーさんは、大量のペットボトルを使って島を作り、そこに住んでいます。この島を作るのに使われたペットボトルの数は20から25万本です。これにベニヤ板を乗せ海に浮かせています。ペットボトルは強力な素材でできた網でつなぎ合わせ、バラバラにならないようにしています。構造強化のためにさらに土を何度も巻き、木を植えています。木が根を下ろすことで島は崩れないようになっています。彼はこの島をメキシコの海に浮かべ住居を建設し、そこで妻と子供たちと一緒に暮らしています。手作りの島で一家は木や作物を育て、現在も幸せに暮らしています。ラルンガルゴンパ、中国四川省。ここは東チベットと呼ばれる中国四川省にある仏教学院です。1980年に僧院が設立されましたが、それ以来成長を続け、現在では世界最大級の仏教教育施設となっています。ラルンガルゴンパでは約4万人の僧が仏典の研究、瞑想、社会奉仕に従事しています。当初は小さな村でしたが、中国全土のみならず世界各地から多くの学僧が集まってきました。修行僧が行き交うこのユニークな町でも特に目を引くのが、山の斜面を埋めるように立つ小さな石壁の僧帽群です。電気は通っているものの、下水道はないため、水は各自バケツで運ばなければなりません。マトマタはチュニジア中部に位置する小さな町で、洞窟住居があることで知られています。洞窟は昔からこの砂漠地帯に住む人々を暑さからも寒さからも守ってきたのです。マトマタの洞窟住居が再開発されるようになったのは1960年代のことで、大雨や洪水で家を失った住民たちが洞窟を避難場所として使い始めたことが始まりです。それ以来この快適な洞窟住居は町の住民にも人気となり、世界中の観光客も訪れるスポットとなっています。現代文明の利器はかつての古代都市にも普及しています。衛星放送受信アンテナや電話、冷蔵庫など生活に必要なものはすべてこの原始的に見える住居にしっかりと備わっています。最近ではまとまたにはホテルやゲストハウスが数多く作られ、観光客には不思議な景色と独特な雰囲気を楽しむことができると評判です。葦の島、ウロス島、ペルー。ウロス島はチチカカ湖に浮かぶ小さな島です。島といっても基礎部分を葦で編んだ作った人工島で、上には住居などの建造物が建っています。ウロス島に住む人々は家、ボート、学校の校舎まで生活に必要な島のさまざまなものを葦で作ります。葦はまた食料やその他の生活必需品にも使われています。葦の島ウロスでの生活は自然や環境と密接に結びついています。
島で暮らす人々は何世紀にもわたって受け継がれてきた習慣や文化を大切に守りながら素朴で伝統的な生活を送っています。さて、いかがでしたか？今回はここまでです。この動画が気に入ったらいいねをしてチャンネル登録をしてください。ではまたすぐにお会いしましょう。